しっかりとなる声もしっかりと聞いていきたい。そういうお一人お一人の声がしっかりと形成していく。そういう形で地域の力を結集して、そしてまっすぐに進んでいく。それが私が言うオールストロークでございます。そういうことを言っていました。他にもオールストロークという方が出てらっしゃいました。私は先週ぐらいから元祖オールストロークというふうに言わせていただいているんですけども、私はこのためにですね、地域の皆さんの声をしっかり聞いていきたいと思うんです。今の先生で、まっすぐに皆さんの声が届いていったかどうかなんです。大きな声とか、そういうことに流されるのではなく、やはり、いろんな声があります。ちょっとさ、一番よく届いたと思います。そういった声をしっかり聞くためにも、私は、住まいの皆様としっかりバランスをしたいと思っております。そして一緒に、県と住まいが手を出されてやっていく。このことによって、オールストロークは達成できると思うんです。この選挙戦、様々な課題がございます。よく言われる人事の問題。これについては、しっかりと大井川の人と環境を守りながら、前進させる、前に進めて解決いたします。前提は、大井川の人と環境をしっかり守るということです。それから、よく報道で出てくる、浜松の野球場の問題があります。これは老朽化してますし、研究所は整備ないですから、これを作ることは必要だと思っておりますんですが、突然ですね、370億円かかる投球場が降ってきたんです。そういうことでよくですね、浜松市民の皆さんの間でも、いろんな意見があるんです。もっと身近な野球場が欲しいとか、そしてこれは研究所ですから、浜松だけじゃなくて、やはり森町の声、東部の声、そういったところを聞いていかなければなりません。そういった皆様の声をしっかり聞いて、球場を作る。この方が実際は実は早いですし、皆様に長い間愛されているという、そういうことを思っております。ですから、これ、研究所ですが、どれくらいしか変わらないと、有利にしております。そして、そういった前の研究所の課題、リニアや野球の問題がありません。当然、比較的課題があります。海の中にも様々な課題があると思います。前段、お一つとか、お一つとかお話があったと思いますけれども、例えば、お茶の進行問題、森町も今、森町で農産物を作らせてもらってますけれども、大変お茶どころだと思います。私は、お茶の進行はとっても大事だと思っていますので、体も身も心も導入する環境から大一つになろうと思いまして、これ、たすきは、お茶の緑と、みかんと、おでんでございます。福島も、実は遠くで見えないかもしれませんが、お茶の緑と、みかんとおでんです。私は、一つの、みかん農家やってますので、とても大事に思っています。で、このお茶については、やはり、どこもですね、後継者不足があると思います。こういうことについては、しっかりですね、やはり、収益が上がることは必要だと思います。それについては、国とも連携しながらやっていきたいと思います。私は、国の36年間、総務省というところで仕事をしておりました。私らの年次になりますと、大体農水省とか、財務省とか、国交省とか、幹部みんな大体友人です。地域声をしっかり届けていきたいと思うんです。いろんな基盤整備、地の細かな基盤整備も私も必要です。また、後継者不足であれば、地域でいなければ、全国から来ていただくこともあります。地域局を協力したいという、そういった若い方々が地域に入っていただく、そういう手法もあります。これが総務省で並んでやってましたので、兵庫県を地域局を協力したい、日本一に行きたいと思います。そういうことして、様々な人に来ていただき、また国からの支援を受けて、そしてやっていく必要があります。それから、防災の問題があります。この地域でも、大田の問題とか、いろいろあると思うんですけども、こういった地域の課題については、当然ですね、調査さんが頑張っておられるし、県の先生が頑張っておられます。総務先生も頑張ります。国会議員の方ももちろん頑張ります。でもですね、最後のアピール、地域がトップに立ってしっかり地域の要望を伝えていかなければ国は届かないんです、十分には。他の県はですね、例えば熊本県なんかはチーム熊本なんて言って自治の戦争に伝えてみんなで要望に伝えるみんなで CFMC っていう大きな反応体験を連れてくるんです。静岡県はどうでしょうか。この15年間地域は全然要望に行かないことを地域としていました。いや、対等なのにです。でもですね、やはり地域の声を受けて地域が戦争に立っていかなければ気持ちは伝わらないんです。ですから、防災対策も今、東海地震から南海トラフまで出ています。
そうすると、静岡県は防災先進県と言われてましたら、どん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 西の方に、宮城県とか高知県、あっちの方に重点が行っちゃうんです。ですから、もう一回静岡県は声を上げなければいけません。ですから、私は総長さんと一緒に、しっかりして、国に対しても地域の声を伝えていきます。よろしいでしょうか。私はそういう仕事をしたいんです。仕事をしていたいからこの地域に出たんです。知事になって皆様の声をしっかり聞いて、そして先頭に立ってこの件をもう一回打ちていきたい。その思いで新見落としこの戦いに出ております。仕事をしたいからであって、私の個人のプライドだとか名誉だとか知事の人だとか、そんな個人的なことはどうでもいいんです。私はとにかく仕事をしたいんです。でもですね、私には時間がないんです。知名度ゼロからやっていって1ヶ月、ようやくこうやって皆様にお話を聞いていただけるようになりました。でも選挙戦は17日間しかないんです。もう残り9日しかないんです。どうかですね、皆様投票に行っていただきたいと思います。そしてこういう男がいる、こういう政策を持っているやつがいる、そのことをぜひお知り合いに広めていただきたいんです。私は知事になりましたら必ず皆様のために汗をかいて頑張る知事になります。そしてこの350万県民、今ジニアの問題で静岡県何やってるんだ、そんなことばっかり言われてるんです。でも静岡県は違います。350万県民とっても大きい県です。豊かで力のある県です。もう一回大地方で力を結集して全国から尊敬される誇り高い静岡県をとても幸せです。いかがでしょうか。私はこのために精一杯頑張ります。ですから、どうか私に承諾させてください。私の知事を教えていただいて、そしてこの350万県民の心を取ります。県政を県民の手に